皆さんおはようございます。時刻は6時を回りました。この時間はウェザーニュースライブモーニングをお届けしております。今日の担当は魚住真由です。よろしくお願いします。この後も8月11日日曜日の全国の天気中心にお伝えしていきます。朝早くからのご参加コメントもありがとうございます。嬉しいです。はい、どうぞこの後もお時間ある方はよろしくお願いいたします。髪切ってないですはい、外れた。あ、でもあれですね、久しぶりに見たよって方は切ってたかも。8月スタートした時かな、髪切りましたみたいな感じでご紹介したと思うんですけど、そこからは切ってないです。はい切ってないですよ。そんな頻繁に切ってないですよこの前、そうその時から変わってないです髪型今日巻いてないからそう見えるかな。なんかこうワンカールって感じで、こんな感じね。だからね、雰囲気変わったように見えたかもしれないですが、はい、なんか本当は美容師さんにはもうちょっと切りたいって言われたんですよもうちょっと切った方がいいかもみたいな、バランス良さげみたいな感じで、切ります、どうしますって言って、でも基本的にお任せしてるのでお任せしますよって話してて、でなんかでもみたいな、そんな急いで切らなくてもいいし様子見ますみたいな感じ、なんか優しいですよね美容師さん。もうなんかいろいろ汲み取っていただき、まあ、じゃあ徐々に短くしてって、なんか私もともと長かったんでね、だんだんこう短くなってってるんで、まあ、徐々にでいいかもしれないので、なんかもっと切りたくなったら次回もうちょっと切りましょうみたいな感じで。あ、そうなんですか。でもね、ずっと切り続けてるんですよ。だからもうどんどん髪短くなってってるから、なんか今は結構伸ばしたい気分で、またなんかもう全部伸ばしたいっていうテンションですけど、でもまた今後変わるかもしれないそう、こう伸ばしてから切るってこと。確かにバッサリね。確かに、でもこれぐらいにしたほら髪短い疑似体験疑似体験いい感じ。チッチッとか言うなん、どういう効果を。チッ、そう、でも長い方がめんどくさくないんですよ。短いと大変なので本当はね、ロング、全部ロングにしたい。前髪も高校生の時一回ボブにしたことあるんですけど、でも年齢が上に見えますね、短くすると。だからみんなに制服がコスプレだって言われたのを覚えてます。制服がもはやコスプレみたいって言ってもらったのでそこから伸ばして、最近は前髪もずっと短いんですけど、また前髪も伸ばしたい気分になってきていて、今後変化あるかもしれないですはい、ということで、まあ、そんなお話もしていきましたが、今日は日曜日なので、そういった美容室行くよっていう方とかね、なんかいらっしゃるかもしれないです。夏だからちょっと髪型変えたいなっていう方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、今日も引き続き暑くなるところ多いですのでね、気をつけていただければと思います。皆さんおはようございます。時刻は8時30分になりました。引き続きこの時間からも青原桃香が担当します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、こちらのサンシャインの冒頭から今日は3連休中日ですねというお話をしていきましたが、皆さんご予定などはどうでしょうか。何か立てられたりしていましたかね。あ、目のね心配、先ほどもコメントでいただいていましたけれども、ありがとうございます。そう、なんとかだんだん良くなってきまして、先日ね番組内でこうメガネをかけて出演させていただいて、そこからねしっかりとケアも続けて全く今は問題ないので、ありがとうございます。多分ですね、個人的な見解としては、秋の花粉がこう目に来てしまって、で割とこう起きる時もちょっと目がゴロゴロっとして起きることが最近多いので、多分花粉だと思います。
そう、花粉の影響、秋はキク科の花粉が来ているみたいで、皆さんどうですかね、こう感じられたりしてますか。杉とかヒノキの少し前のシーズンの方が皆さんね、花粉症で悩まされている方多いので、この時期こう少数の花粉の症状出る方になると思うので、あ、ゲームのやりすぎですか、してないですよそんな聞く大丈夫です。あー、りーちゃんも秋に花粉症でしたかね。あ、言ってましたかね。そう、意外と秋の花粉の方が私はこう影響としては大きくって悩まされているんですけど、なかなか共感してくださる方が少ないので、なんかちょっと寂しい気持ちをしたり、またね、その中で分かるって言ってくれる方がいらっしゃると、もう何時間でもお話ししたくなっちゃいます。そう、何時間も花粉トーク。そう、今ブタクサって出ましたよね。本当にブタクサだとこう粘膜に来るんですよ、私の症状だと。なのでこう鼻の中が痒くなってしまうんですけれど、かいたらこう他の皮膚だとかいてもこう肌をかくだけじゃないですか。鼻の中かくと鼻をほじってる風になるんですよ。それが悩みです、かいてるのに書いているのに、こうね、ちょっと恥ずかしいことになっちゃうので、もうこれは何の違いだろうって思いながらも外でね、我慢してますねでも今言ってて言わなければよかったって思いましたそのぐらい粘膜が痒いんですよ。そう、鼻ほじってはないですしね、うん、皆さんもね、あの体調も左右されるかと思うので、しっかり管理していただいて、花粉症という方はぜひ教えてください。皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回っています。ここからもウェザーニュースライブコーヒータイムで最新の気象情報をお伝えします。担当は小林理恵奈です。よろしくお願いいたします。さて、コーヒータイムもあと半分ですね。早いもので、え、合ってますよね。早い。今日はヘアメイクさんとお話をしていて、私3時間生放送をお仕事でやらせていただいていて、あまり、なんだろう、肉体的な疲労を感じることってあまりないんですよ。そう、なんか体力いつも有り余っているんですけれども、ね、今日はいろんな情報をこうギュギュッとお伝えするような3時間になりそうなんですけれども、ね、晴れているエリアの皆さんはぜひ今の夏空、お写真や動画を撮ってリポートを送ってみてください。意外とこうインターバル中とかに皆さんのリポート見るのとか結構好きなので、うん、ぜひぜひお待ちしております。現在の幕張の様子ですけれども、高いところにはうっすらとした雲、中層部分にはちょっともこっとしたような雲があって、見ていて楽しい雲ですね、うん、ただやっぱりこう高いところ厚みを持った雲はありませんので、太陽の力はしっかり届いているなという印象です。暑そうですね。うなぎ食べてますいいな、食べたいな。でも最近うなぎ食べたんですよ、お弁当で。お弁当でいただいちゃいましたでも最近ちょっとこう食事に気を使っていた期間があったので、絶対うなぎを食べようといろんな今うなぎ屋さんを調べているんですよね。でも夏のスタミナお食事といえばの一つですもんね、うん、いや本当に毎日毎日暑くって、食べた顔してますか今うなぎっぽかったですか。すごいな、エスパーだなうなぎ、そうなんですよ、うなぎプレス、そう、うなぎ食べてやりました、はあ、でもちょっとこう体の熱をね、こう出すとか冷やすっていうことも本当に日々大事ですので、今ね涼しくしてらっしゃる方はそのままをキープ、あとは
お食事でね、体にこう暑さに何でしょう、負けないような体作りもまだまだ必要だなと思いますよね。あ、豚丼もいいですか？いい豚丼屋さんあるでしょうか？ありますかね。今そうだ、ちょうどランチタイム時ですからね。ゆっくりとお食事もしながら水分補給もしつつで番組楽しんでいただければ嬉しいです。皆さんこんにちは。8月11日日曜日、時刻は14時を回りました。ウェザーニュースライブアフタヌーン、江川さえねがお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は3連休の中日となりますね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。山の日となっておりますけれども、先日ね、ウェザーニュースのアプリでは山の天気チャンネルが、ね、リリースもされました。もう見てらっしゃいますか？後ほど番組内でもですね、ご紹介していきたいなというふうに思うんですが、あ、今喋んないのか。ちょっと今いろいろお話しようと思ったんですけど止まらなくなるので、はい、後ほど、はい、お話をしたいと思っています。ね、もしも登山など行くよという方、今の時間からはないと思うんですけれども、いらっしゃったら今度でも構いません。ね、ぜひリポートでもですね、その様子っていうのを教えていただけたら幸いですので、よろしくお願いいたします。こんにちは。8月11日日曜日、時刻は17時を回りました。ウェザーニュースライブイブニングのお時間です。担当は小牧結衣です。よろしくお願いいたします。生放送で最新の気象情報を中心にお伝えしていきます。この時間も番組ご覧いただきありがとうございます。3連休中日ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。お出かけされている方もいらっしゃるんですかね。お盆休みに入られた方はゆっくり羽を伸ばしている頃でしょうか。コメントもたくさんいただきありがとうございます。いいですね。8月ももうあっという間に中旬に入りましたけれども、ね、暑さが続いている中ですので、皆さんも体調第一で過ごしていただければと思います。お出かけしている様子見られるんですか？見ていきましょうか。あれ、あんまりいないじゃないですか。暑さとこの時間とで誰もいない。幕張海浜公園、あ、誰もいなくはないですね。画面の左上に、はい、サッカーボールを、サッカーしてないか。お子さんたちですかね。あ、本当だ。お子さんではないですか。あ、大きなお子さんたちですか。ほら、ちょっと走り回ってるじゃないですか。はい。あ、社会人もお盆休みですからね。皆様、ちょっと木陰に集まって休憩中ですか。ごめんなさいね、お子さんなんて言っちゃって。はい、しっかりとした大人の皆様でしたね。大人も子供も一緒にね、熱中症対策は行っていただければと思います。はい、ちゃんとした大人の方を見ていきましょうって。え、あ、こちらはね、幕張メッセ混み合っておりますね。今日のイベントは、あ、デジモンカードのイベントですか。あれ、じゃあお子さんが集まっているイベントですよね。デジモンなんてすごく久しぶりに聞きました。私も小さい頃ですね。はい、あ、デジモンカード、やっぱりチャット欄でも盛り上がっちゃいます。あ、こちら大きな子供たち、いいじゃないですか。大人になったってね、好きなものは変わりませんから、冒険はいつまでも続きますからね。そうなんだ、この暑い中長蛇の列ができておりますけれども。
これこそ大きな、いやよく見ればお子さんもいますよきっと。デジモン25周年なんだ。でもきっと皆さんね、目をキラキラ輝かせながら会場に集まっているんだと思います。いやそういう姿を見るとなんだか心躍りますよね。絶対特別カードゲットしてやるぜねえ、そっか、まだイベント開催中ということですよね。皆さんお帰りの際も気をつけて帰路についていただきたいと思います。この様子ですと海浜幕張駅もね大変混み合うかと思いますので、ちょっと時間をずらすために周辺の飲食店で涼んでから帰るですとかね。もう大きなお友達もう大きいんでね、自由に食べたり飲んだりできるお年頃ですから。はい、こちらはロッキンジャパンが開催されているであろう方角ということですか。そうか、各地でイベントも行われているようで、ロッキンって今日か。そっか、そうですよね。今はスーパービーバーさん。いやでも夕方から夜にかけてのこの何でしょう、夕暮れの時間帯って一番盛り上がりそうですよね。なんかこう熱気もねあって、ちょっと空も薄暗くなってきて、エモーショナルな感情に浸りながら大好きなアーティストさんの曲を聴くって、なんて素敵な時間なんでしょうか。京王線ね、混み込みしてましたね。皆さんも交通機関使うときは気をつけていただきたいと思います。はい、冒頭から幕張を体験していきました。こんな予定ではなかったんですけれども、どこのお話の流れから、あ、そうか、3連休だからねお出かけしてるかなというお話からでした。これからね、お出かけ先からお帰りの皆さんも、はい、気をつけてお帰りください。